今日紹介するのはこちらです。東方怪獣クラブアクリルキーホルダーっていうのがなんか新しく出てたみたいなのでやってみました。ワンカプセルで1個入り全7種なんですけど、めちゃくちゃ人気あるというか全然買えなくて、少なかったですが、ラインナップだけゴジラ、これはシンゴジラかなの鎌田くんですかね、とミルゴジかな、とはこのアメリカのゴジラ欲しいな、あとビオランテチタノサウルスはオアポーズが、うわ何これ、ウツノイクサガミってこれヤマトタケルですよね。あ、ジェットジャガーも入っていますね、ラインナップで。こんな感じでラインナップされてたんですけど、1個だけしかなかったですが買ってきました。はい、こんな感じで僕が出たのはジェットジャガーでした。大きさはそんなに大きくなく、この台紙ぐらいの大きさで、こういうセロファンに包まれてて、あ、モスラか、これ持ってんの。で、これはシンギュラルポイントっていうアニメの、ゴジラに出てきたジェットジャガーですね。後ろは特に何も、印刷はされてなく、こういうチェーンにぶら下がっております。これ、1回300円で、全然で売ってなくて、これ全部あってもいいラインナップになってるので、見かけたらまた買ってこようと思います。はい、今日はですね、東方怪獣クラブのアクリルキーホルダー1個だけしかなかったんですけど、こんな商品が入ってますよっていうのを紹介してみました。ではですね、次回もゴジラいろいろ紹介したいと思います。セバねー。